中日は26日、石川昂弥のフェンス直撃タイムリーなどで勝利。昨季チーム最多の85試合で4番を任された、大砲候補の活躍にドームは沸き立ったが、一方で球団内から吹き出したのが、今日は他の球場ならホームランが5本出ている、という声だ。この日は石川昂弥が2本、ビシエドと福永が1本ずつ、高さ 4.8 メートルの外野フェンスを直撃する二塁打を放った。さらに石川昂弥の5打席目の大飛球は、本塁から122メートルある中堅フェンス手前でキャッチされた。昂弥のセンターフライも120メートル以上飛んでいるから、神宮や横浜なら入っている、やっぱり広すぎるよね、などと球団関係者の間から嘆き節が飛び出した。石川昂弥の1試合3発となればバンテリンドームはさらに盛り上がっていたはず。U9 のアーチが阻まれる事態が今後も続けば、これまで何度も出ていた、ラッキーゾーン待望論がまたゾロ再燃することになりそうだ。マジで頼むわ、早く導入してくれ。メジャーでもやってるところあるし、コスパも抑えれるからフェンスに線引けばええやん。大本営からこんな記事出たんだし何らかの動きないかな。線を引け線を。これはいい兆候なのか。テラスなんて大それたもの作らなくていいから、フェンスの高さを下げればいいんよ。テラスは無理でも厚手のラバーをつけることならできるんちゃう？間違いなくテラスをつければホームランが増えるし、盛り上がると思うけどな。中日球団とか親会社が頑張っても、簡単に回収できない事情があるって聞いたことあるわ。実現する可能性のないテラス化よりも、チームの走塁意識を高めるかを議論した方がいい。実際これって難しい問題よな。各球場に個性があってもいいんちゃうかな。中日球団として、もっとお客さんを喜ぶ方向に投資してほしいけどな。外野フェンスをこんなに高くする必要がどこにあるんやろか。勝つ負けるどっちにしても、ホームランが一番盛り上がるし興奮するよな。広い球場で勝てる野球をすればいいんよ。この球場で何度も優勝してきたわけだし。改修工事してくれ、やっぱりホームランはいっぱい見たいわ。